皆さんこんにちは、ツコミゴードです。久しぶりです。どうもすいません。2週間ぐらいのライブ配信でちょっと言ってたんですけど、覚えてるかな。学校でスピーチコンテストやるって言ってまして、でその時私のスピーチもちょっとなんか試してみたんですけど、先週の金曜日にスピーチコンテストやって、負けました。もう余裕で勝てるとね思って、結構毎日練習してたんですけど、スピーチコンテストでは負けちゃいました。でもまあ、頑張って書いたスピーチなんだから、チャンネルの方でちょっと残していきましょうと思いました。私のスピーチのテーマは自分の夢が明日にも叶う方法というテーマで、まあ、頑張って3分ぐらいで書いたスピーチなんです。ということでスピーチをやります。皆さんこんにちは、私はゴードと申します。私のスピーチは自分の夢が明日にも叶う方法というテーマです。よろしくお願いします。皆さん、今日はすぐにでも自分の夢が叶う方法を教えたいと思います。いやいや、そんなのありえないと思いましたか。確かにうさんくさいですよね。でもこれは詐欺などありません。必ず明日まで自分の夢の一部が叶います。皆さんは将来の夢がありますよね。お金持ちになるとか、有名な会社に就職するとか、たくさん勉強して科学者になるとか。どうしたらそういった夢は明日までに叶うのでしょうか。実は皆さん、自分の夢を多少変える必要があります。でも心配しないでください。その立派な夢を無理やり今の現実に合わせて小さくするなどじゃなく、その将来の夢を今の自分とつなげればいいんです。例えば将来の夢はお金持ちになることだったら、その夢を大金を稼げる人になるに夢を変えましょう。大金を稼げる将来の自分はどんな人、朝起きて何をする、一日の時間をどう使うなどを考えましょう。大金を稼げる人は朝5時に起きてジョギングした後にコーヒーでも飲みながら株を調べる人だと思うのであれば、明日は同じことしましょう。そうすれば明日は明日だけでも、その時は夢の自分になっているということです。自分の夢はたくさん勉強して頭いい人になることであれば、30分でもいい、明日は30分勉強すれば、その30分の間は夢の自分になりきっているということです。そしてその日に寝る前にノートに書いたり自分に聞かせたりはしましょう。今日は30分ずっとなりたかった夢の自分になれたぞ。そして明日は1時間でも夢で描いた理想の自分になってみせると、こうやって自分の夢を遠い未来の出来上がった状況よりなりたい自分に変えていくと、毎日ちょっとずつ理想の自分になれます。そして毎日30分1時間だけでも夢の叶っている瞬間を味わうことができます。そして皆さん、毎日理想の自分になっている時間をちょっとずつ増やしていきましょう。そうすればその遠い未来の夢がちょっとずつ近づいてきますよ。そして皆さん、どんな小さな地味な努力でも美しい夢の一部でもあると思ってます。皆さんぜひやってみてください。ありがとうございました。